かりんちゃんが多い、てんちゃんが少ない、何のランキングでしょうか。早押しでお答えください。どうぞ。てん、はい、持ってる香水の数。香水の数。なるほどね。てんちゃんは1個も香水つけない。てんちゃんはゼロみたいなね。ねえ、このメンバーみたいな、はい、持ってるズボンの数。持ってるズボンの数じゃない。それで言ったら羽生先生もいっぱい持ってそうですからね。確かにね。やっぱファッション系のことは。はい、どっち？いいよ。あ、敬語を使う数。てんちゃんがやっぱすぐ名前言う。タメ口てんちゃん最年少で。確かにね。まあほぼ正解だけどね。ねえ、はい。一日に鏡を見る回数。ああ、様も多いですか、やっぱり。はい、お風呂の時間。正解。正解すごい。なんで石森はそう思ったん？イメージなんですけど、うん、藤吉さんとかはお風呂に使る時間がなんか使って、なんかそうだなってずっと、なんか、はい、なんか森谷さんとか森田さんも、そうだね、レナーとかは長いんじゃないかな、なんかやってそうだなっていうね、はい、あ、小池とかもなんかそんな感じあるけど、でもそこで沼も入ってくるからね。ああ、沼は実は俺早いんじゃないかと思ってたから。いや、なんかイメージはね、うん、いや クエヨンしんちゃんのやり取りみたいな。どれぐらいなのか一斉に数字見てみましょう。オープン。長っ、180分。3時間。何するの180分。ふやける3時間。テープ呼ぶよやん。なんで長っ、ですね、短っ。え、10分。あ、いや、無理じゃない。だって、いやいや、おじさんだってもっと入るよ。それ髪の毛終わる？全然終わります。え、逆にみんな多分本当に何も考えてない時間があるんですよ、絶対に。お風呂で無駄ですよ、そんな時間。集中してバッと入れば、そう、もう、うわー、小学生男子じゃん。あの、いろいろしながらするんですよ。マスカラ落とすやつ塗りながら、頭濡らしながら、シャンプー出しながら、その辺だ。そうなるとこっちがもうちょっとおかしいよ。何するんだよ。もう体中の油全部出ちゃうんだよ。なんかね、スッカスカだよ。確かに。かりんちゃんとレナーが3時間汗かいてます。湯船が何分ぐらい？湯船がもう3、4とか3、4時間。え、早く寝た方がいいですよ。それでスッキリして寝れるんだよね、よくね。そう、体温めてね、こうね。え、だって睡眠時間削られるじゃないですか。3時間入ったら確かに、うん、違うんです。え、あの、足を温めないと人ってやばいんですよ、うん、人ってやばいです。でれれれ違う番組。え、それは なんでそのトレーナーさんに言われたんですよ、うん、その足が疲れるのはそのちゃんと温めてないからっていうのもあるので、うん、血行とか。あ、そうです、血行が悪いので、うん、私は。ただこの二人がすごい目立つなと思ったけど、普通にもう森田とかも、何、俺も最初森田自分の身長変えたのかなと思ったぐらいだった。確かにそうです。ここはトップさ、まあ、まあ小池もすごいけど、森田はでも全然6時間とか普通に入ります。あ、もうお風呂で生活できます。やだ、飯食える、お風呂。別にお腹空かないので、なんかお水置いといたりとか。あ、それは大事だね、水分、はい、水分取って。お風呂でご飯食べる人いるの？そんな、さすがに。いました。あ、レナーもそうだったんかい。ほんとのぼせちゃうので、アイスを、その、あ、アイスね、ちょっと食べて涼んで。のぼせるぐらい入るのは良くないよ。確かに。私は本当にお風呂で、あの、そのアイスとか夕飯も。夕飯で食べれる？アイスとかならまだなんか可愛いアイドルだなってなるけど。え、じゃあ何、お風呂入る前に一回お風呂にセットするの？え、そうなんです。あの、縁、お風呂の縁に、あの、縁細くない？危なくない？お皿、縁に何を置く？そこにだからお味噌汁、ご飯、鮭とか置いて、ギリギリ。それで、あの、だったら100歩譲ってさ、ちょっとこうテーブルみたいなのもあるじゃん、こう蓋みたいなやつ。蓋をテーブルがあるし。え、でもそのスリリングを味わってるんです。スリリング。お風呂のプチ定食を。はい、おすすめ、おすすめ。まあ、落ちたことも正直あります。何が落ちたん？
わかめとか。お味噌汁？お味噌汁のなんか箸で食べてるのが、まあ、落ちちゃったこともなあるけど、でもそれがなんかすごい楽しいなって思います。晩ご飯でスリルを味わいたい方、自己責任でお願いします。さっきも入れたランキング見てみましょう、こちら。あ、まあ、まあでもやっぱ長くて90分ね。そうですね、山下15分。なんか山下の15分も分かる気がする。なんかそうですね、なんかね、って。いやでも私も森田さんと一緒で、入るときは全然4時間とか入ります。まあまあ、でも女子はどれぐらいなのかな、1時間ぐらいなのかな、これ見ると。そうですね。